日米韓の外務次官が北朝鮮の核やミサイル開発について対応策を協議し、新たな挑発行為があった場合、さらに強い制裁を科すことで一致しました。これ以上核の挑発、ミサイルの挑発を行うことないようにするためにも、北朝鮮が痛みを感じるような、そういう対応をですね、我々は一致して行わなきゃいけないと。3カ国は国連の北朝鮮に対する制裁を確実に履行することを確認した上で、中国やロシアを含む国際社会とも連携を強化するとしています。北朝鮮のリ・スヨン外相が今北京空港に到着しました。一方、20日に訪米する予定の北朝鮮のリ・スヨン外相は経由地の北京に姿を見せました。ニューヨークで新たな地球温暖化対策の署名式に参加する予定ですが、アメリカ政府高官と接触するかどうかが注目されています。